子育て副業ランニング、はい、どうもソータです。今日、もうゴールデンウィーク終わってしまいましたね。もう今日が5月の10日になるんですけども、今日長女の幼稚園で、親子遠足っていうのがあるみたいです。ですけど、コロナの影響で親が一人しか行けないので、泣く泣く奥さんに行ってもらってます。で、今日何のお話するかっていうと、まあ大体その、親子遠足してる公園までがうちから12キロぐらいあるんですけど、12キロ行って帰ってくる24キロの、ジョグをしていこうと思います。大体1キロ5キロペースで行こうと思ってるので、24キロ走ったら、大体120分になります。なんで、2時間走ると、どれだけ体重って減るのっていうのを、検証していきたいかなと思います。僕最近めちゃめちゃ食べること多くって、バーベキューが、家族であったりとか、ティラミス爆食いしたりとか、奥さんとちょっと最近、食べ過ぎだなっていうのを思ってるので、これで、ジョグしてどのぐらい体重減少するかっていうのをやってみます。まあ基本的に、ジョグしてすぐ痩せるっていうのはもう水分、汗が出ていってるだけなので、次の日にはすぐ戻ってしまうんですけど、これ即時効果あるので、例えば健康診断の前の朝走ってみて、体重減らしておくっていうのもまあ一つありなのかなと思います。まあ何キロ120分ジョグすると痩せるかっていうのを検証していきます。それでは体重測定いってみましょう。はい、じゃあわかりやすく帽子だけ脱いで、ランニングの格好で乗ります。今携帯を持っていて 63.2 キロですね。はい、こんな感じで、じゃあ、63.2 キロっていう、体重が120分経つとどのぐらい変わるのかっていうのを、検証していきたいと思います。じゃあ走ってきます。1キロ走りました。だいたい4分50秒ペースぐらいですかね。いいペースですね。このペースが一番気持ちよく走れてる感じがします。今日も靴はペガサス38履いてます。39出て欲しいんですけど、まあ38まだ履き潰してないんで、しっかりランニング続けて履き潰したら買うのを検討しようかなと思います。もうほぼほぼ最近はペガサスで走ってますね。まあしっかり頑張ってランニング続けていこうかなと思います。はい、じゃあ行ってきます。ここ小島湖です。いや、うなぎとかも取れるんですけど、結構ヘドロです。匂いとしてもなんか海みたいな匂いするんですが、結構気持ちよく走れるとこかなと思います。小島湖、ぜひぜひうなぎ釣り来てみてください。じゃあもうちょっと頑張ります。はい、今5キロ通過です。ラップだいたいこんな感じ。いや、だいぶ早くなっちゃうんで、ゆっくりゆっくり行こうかなと思います。まあ、まだまだ走る、距離あるんで、頑張って走っていこうと思います。それじゃあ頑張っていきます。田舎道です。いや気持ちいい。だいぶ歩道も広いですし、走りやすいとこになってます。もうちょっとでもう岡山県、田植えが始まるんで、今ゴールデンウィーク北の方はもう始まってるのかな、南の方、僕が住んでる方はもうちょっと5月、中旬から下旬にかけて田植え始まると思います。まあまたいろいろ風景も変わるのも練習動画として楽しんでいただけたらなと思います。じゃああとちょっと頑張ります。はい、今10キロ通過。だいたいラップこんな感じ。まあだいたい4分45秒ペースぐらいで走ってます。いやちょっと速くなりますね。開けてるんで結構気持ちよく走っちゃってます。まあゆっくり120分ジョグ完走したいと思います。どのぐらい減ってるでしょうね。あんまり今日気温暑くないんで汗かいてないっていうのもあるんですが、結構減ってくれることを祈ってます。じゃあ頑張ってきます。ジェルの練習で娘のこのブドウゼリーの、このブドウゼリーのおやつ、飲んでます。いや、甘くて美味しいです。頑張ってジェル補給食っていうのも練習しつつ、サブ3止まってる暇はないと思うんで
頑張って練習していこうと思います。じゃあ頑張ってきます。あとちょっとです。やっと公園着きました。 12.6 キロありましたね。ちょうど1時間です。なんで、これ帰って2時間ジョグになるんですけども、いやー今日天気いいですね。だけど涼しいからあんまり汗かいてないんで、どれぐらい、体重減ってるかは分からないんですけど、まあだいたい 2,3 キロ減ってくれればなって思います。今日久々に、2時間ジョグなんで、1時間以上走るときはだいたい水分、補給しつつ、まあ涼しくてもやっぱ脱水症状にならないように気をつけて、水分補給していってます。娘も大型バス乗りたかったみたいで、昨日も大型バスの歌歌ってたんですけど、無事大型バス乗れたみたいで、いっぱいみんな、ピクニック楽しんでるなっていう感じはあったので、もう声かけずに帰ろうと思います。それでは帰ります。はい、今15キロ通過、だいたいラップこんな感じで、だいたい5分ペースぐらいで刻んでます。まあ、だいぶ足に疲れも感じてきましたし、頑張ってあと40分ぐらい走って帰ろうと思います。はい、じゃあ暑いですが頑張ってきます。失礼します。20キロ通過、だいたいラップこんな感じ。まあ5分ぐらいに落ち着いてきましたね。だいぶしんどくなってきました。あともう5キロないぐらいなんで、頑張って、楽しく帰っていこうと思います。それではまた。はい、帰ってきました。120分ジョグ、頑張ってきました。まあだいたい25キロぐらい走りましたね。いやー結構疲れました。暑くはないんですけど、気温的にはまあ、しっかり動くとこれだけ汗かくんだなって、びっくりしてる状況です。さあ何キロやったか、もう早速測っていってみましょう。はいはい、じゃあまた帽子取って同じ格好で測っていきます。スマホありで行くんで最初と一緒で、ちょっと自分の体重とは誤差ありますが、はい、これだけ減ります。お、すごい。だいたい 63.6 キロあったんで、だいたい 2.8 キロぐらい痩せてますね。すごいな。まだまだ服もこんな感じで着てるんで、まあ、しっかり水分として出ていったのかなと思います。はい、こんな感じで、60.8 まで落ちたんで 2.4 キロですね。2.4 キロ、痩せているっていう状況です。まあ痩せたっていうよりは水分が出たっていう感じなんですけど、まあこんな感じで、汗かいた服も着たまんまなんで、もっともっと、脱いだら、少なくなってると思います。まあ健康診断の前に、ドーピングとして、やるっていうのはありなんですけど、まあ倒れないように気をつけてください。僕も一応水分抜けてるとはいえ、アクエリアス500を半分ぐらい、補給食で娘のおやつのゼリーも食べてるので、まあ、2時間走るときは何か補給食であったり水分補給っていうのは必ずしていただければと思います。脱水だけ気をつけて、こんな感じで、120分ジョグ、しっかり水分も、飛んでいきますし、とてもいい練習になるので、またまた、休みの日はやっていこうかなと思います。はい、そんな感じで僕のチャンネルではランニングについてを主に更新していけたらなと思います。まあ僕理学療法士とピラティスインストラクターって言って、体に詳しい仕事をしているので、ダイエットであったりとか障害予防について、更新していけたらなと思います。まあその中で、今年の11月岡山マラソン2022で3時間切りサブ3を目指していく練習動画も上げていきますので、ぜひ応援してくださる方はグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてコメントもお待ちしてます。だいたい金曜日に更新していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それでは失礼いたします。